左上の大崎駅から左下の蛇窪信号上に右に大きく湾曲する線が大崎支線である。ここを通って山手貨物線から横須賀線線路に短絡したのが湘南新宿ラインの大きな特徴。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成航空写真の説明大崎付近外略図9。 蛇窪信号上左奥が横須賀線電車の走る品、鶴線。右奥が大崎支線。線路上空を横断している橋梁は東急大井町線。線路左側に並行する効果は新幹線大崎支線とは東日本旅客鉄道の東海道貨物支線品川駅西大井駅間にある旧蛇窪信号上と山手線大崎駅とを結ぶ線路の通称。 横浜方面と新宿方面を直通するルートを構成する。全長は約2トルに及び、伏線、電化の設備を有しているが、全区間が大崎駅構内となるため、正式な路線とはみなされていない。蛇久保線とも呼ばれる。西大井駅から品川駅方向にしばらく進むと、東京大井町線か新名駅付近の高架をくぐった辺りに、 右側への分岐箇所が見えてくる。これが旧蛇久保信号場で直進側は品、鶴線、右に分岐するのが大崎支線となる。分岐して間もなくすると左カーブとなり、右側に JR 東日本の東京総合車両センターが面している。センターの敷地に沿って左へ急カーブを曲がり続けると上下線間の地下から2002年12月に開業した。 東京臨海高速鉄道臨海線の伏線の線路が上がってくる。やがて臨海線と並行して先ほど分かれた東海道貨物線と東海道新幹線のガードをくぐり臨海線と相互に合流しながら大崎駅に進入する。大崎支線は東海道貨物線と山手貨物線を短絡するために建設され1934年12月1日に開通した。 開通当初から貨物輸送の大動脈としての役割を担い、旅客列車はスーパービュー踊り子号、通勤ライナーや臨時列車などが運転されるにとどまっていたが、2001年12月からは湘南新宿ラインのルートとなり、旅客列車本数が大幅に増加した。また、臨海線大崎駅乗り入れ工事の際には、大崎支線の上下線の間に、 臨海線トンネルの出口を設ける形とした、ため大規模な線路切り替え工事を行い、線形を改修した。2019年11月30日からは、最強線と相模鉄道との直通列車も、大崎支線を経由している。湘南新宿ラインの大増発に伴い品、鶴線との合流点である旧ヘビクボ信号上の平面交差が、ダイヤ状のボトルネックになっているため、 大崎駅との間に旅客列車専用の短絡線を新設して平面交差を解消する構想が持ち上がった。平面交差支障を解決する方法としては立体交差化があるが2005年に JR 東日本の東京工事事務所から立体交差化とその代替方法の検討報告が出されたところによると立体交差化では試行延長が長く 地域住民への影響が甚大となることから、品、鶴線上り線から山手貨物線への単線の短絡線を建設することがより現実的な計画として示された。短絡線は急勾配が発生するため上り、電車専用となる見込みで、大崎支線の副線は貨物列車の運行のために維持されることになる。また、15両編成の列車が、先行列車が停車中で、 大崎駅のホームに入れない場合に、横須賀線上り電車を支障せずに退避する距離がないため、大崎駅の上り線ホームを少々期待移設することとしている。2006年には JR 東日本から環境アセスメントのため、大崎短絡線を約 0.6km 大崎駅構内一部改良を 約0 5トルとする延長約1 1トルの事業計画が示され、後期は約4年間と見積もられている。しかし、上述のアセスメントは2007年に調査計画書に対する東京都知事の震災検証が送付されたのを最後に進んでいない。なお、大崎短絡線は2019年開業の総決、JR 直通線を含む神奈川東部。 方面線事業の関連事業にも含まれている。大崎支線は専用の管理機能を持っており、大崎駅6、7番線の中心付近には、2トル0 1 8ル大崎支線の標識がある。ただし、前述した通り、大崎支線は営業線とみなされていないため、湘南新宿ライン等大崎支線を通る列車の運賃は、実際には経由しない品川経由の営業機能に、 基づき計算されている。大崎駅付近の配線略図を表示するには、右の表示をクリックしてください。ありがとうございます。